はい、おかえり。ちょっと待ってね、セッティングだけさせてください。はい、どうも。音声と映像来てますかね。問題ないですか。今日は2019年の9月の14ですね。土曜日かな。13時42分です。なんか前の枠で、なんかこう死んだ後の世界とか、どうなってるのかとか、そういった話題とかが、質問とかがあったんで、そんなこんなを語っていこうと思います。どの辺から語ったらいいのかちょっと莫大すぎるんで、なんかいろいろ質問していったりしてくれたら嬉しいんで、わからないことがある人はこう質問とかをしていってください。聞きたいこととかね。はい、わたつー。いいわかつで、まあ聞きたいこと何でも聞いてください。あ、どっから語っていこうかな。どの辺興味があるんだろう。まあね、言語化、言葉にすることってすごく難しくて、まあ前提条件としていつも説明してるのが、まあみんながこう世界だと思ってるものってあるじゃん。現実とかリアルだって思ってるもの、多分見たこと、聞いたこと、まあ触れたこと、食べたこと、味覚だね、あと匂いを感じたことっていう、主にこの5つだと思うんだけど、世界ってそうじゃないのはわかるかな。世界ってそうじゃなくて、本当はもっともっと広大な情報があるのね。本当はもっともっともっと無限にこう広がってる世界なんですよ。ただ俺らは目を持って、耳を持って、皮膚を持って、触覚を持って、鼻、嗅覚を持って、味覚、舌を持って、その感覚器官しかないから、要は俺らの体があるでしょ。で、これを俺は器って呼んでるんだけど、魂とかが入ってる器があるでしょ、それぞれに。だ、その中でしか世界のことを知ることができないわけですよ。そこまで OK。 で、その見たり聞いたり感じたりしたことを脳みそっていうところで処理してるんだけど、その処理できてる幅も、実は脳みそっていうのは 1% とか 3% しか使われてないっていう話を聞いたことがあると思うけど、本当にそうなのね。だから俺らがすごくリアルだって思い込んでるものっていうのは、実は全然リアルじゃないっていうことをまず大前提に覚えておいてください。可愛がってた猫とか死後に会えますか。会えますね。人間が死後があるなら、全ての生物にも死後の世界があっていいのでしょうか。ありますね。まずじゃあ N 氏さんね、第一層、一層って呼ばれてる世界っていうのは、まあ簡単に言うね、言葉だからすごく簡単になっちゃうんだけど、一層の世界っていうのは鉱物とか無機物の世界で、二層目っていうのが植物の世界で、第3層っていうのが動物の世界、ね、で、人間っていうのは第4層にいるっていう風に。ここまで OK、 理解できる。第1層は無機物、鉱物の世界で、第2層植物、第3層動物、第4層人間で、第5層っていうのが、人間が真理の扉って呼んでたりとか、アカシックレコードとか呼んでたりとか、シャングリラとか、要は、
アリス・インワンダーランドでもいいや、第5層っていう世界があるの。で、俺は第5層の世界まで入ったのね。で、その先には第6層って呼ばれてる世界があって、そこに何がいるかっていうと、簡単に言うと天使とか精霊の世界で、第7層っていうところに行くと神様がいる世界。大体わかる？ここまで、うん、だから昆虫とか植物とか動物とかにももちろん守護の世界があるっていう風に判断して全然 OK ですね。で、可愛がってた猫どころじゃなくて、会いたい人、会いたいもの、行きたい場所、どこにでも行けますねどこにでも行けますね。で、生まれ変わるというのはね、俺本人の体感で言うとまだわからない。でもまだわからないんだけど、おそらくあるだろうなっていう、ほぼ間違いなく。要は俺が4層から5層で、5層から6層に行こうとしたんだけど行けなかったの。6層ちょっと覗いたぐらいしか行ってなくて、要は精霊とか天使とかで、7層から先にあるんだけど、その生まれ変わり輪廻っていう概念がその先にあるんだけど、まだ5層6層の間ぐらい、5層は確実に行って6層に行くか行かないかぐらいなんだけど、もうほぼ間違いなく生まれ変わりはあると思って大丈夫ですね。ただみんなが思い込んでる生まれ変わりとはちょっと意味合いが違うかもしれない。あの、みんなが生まれ変わるって思い込んでる概念とはちょっとニュアンスが全然違うような感じですね。天使や精霊は大きい小さいかでいうと、俺が見たのは 2体っていうのかな、ちょっと言葉にするのは難しいんだけど、2人って言えばいいかな。で、大きさで言ったらものすごい大きかったね、俺が見た2体っていうの。まあ見るっていうかね、さっきも説明したんだけど、五感のさらに上の概念の層で合ってるから、大きさとかじゃないんだけど、それを言葉にするのすごく難しいんだけど、あの、まあ大きいで合ってますね。で、言葉を発するかどうかで言ったら発信なかったですね。ただ精霊に合ってる人とか文献とか、そのいろんなものを読んでる限りだよ、これは憶測なんだけど、先輩たちの言葉を借りるのであれば、まあ俺もそうだろうなってもう確信になってるんだけど、徐々に言葉を発するみたいですね。精霊と契約をしていって育てていくっていう感じかな、こっちで。地獄はないですね地獄、それもね、後で説明しますね。死んだ後どういうプロセスを経て、なんで地獄っていう概念が生まれたのかっていうね。死んだ猫と会いたいんだけど会えますかね。会えますよ、うん、会えますよ。人間は人間として生まれ変わるの、そこがね、あの、ま、大前提ね、あの、生まれ変わりに関してはまだ確証がないから、先輩たちの言葉を借りるのであれば、なりたいものに生まれ変わるっていう感じかな、うん、だからそれは俺の言葉じゃないよ、ただ俺は確信はあるけど。次はどういうのに生まれ変わるってわかるの？だからそれはね、自分が決めるんですよ、ナミさん、自分が決めるんです。はい、ワード2。じゃあ質問形式でゆっくりゆっくりやってった方がいいかな。会いたくない人は会わなくて済む、それともまた会うのかな。厳密に言うと第5層、覚えてる？第4層第5層の話は。で、第5層に行くときに、要は三途の川だったりとか、自分の人生っていうのを振り返るタームがあるんだけど、その時に、なんて言えばいいのかな、大事なものにしか会えないっていうか、つながってる人としか会えない。つまりね、会いたくない人には会う会わないとかじゃなくて、会えないっていう感じかな。会えない、物理的に会えないっていう感じ。会うっていう表現を使うならね、亡くなった人たちはこっちは見えてるの。多分ね、見える見えないっていうのがそもそも人間的な発想かな。さっきも言ったけど、そのまあ触覚、味覚、嗅覚、
視覚、聴覚っていう五感プラス思考っていう能力があると思う。思考の先に言語っていうのがあると思うんだけど、その先の概念なの。だからテレパシーだったりつながりだったりとか、なんて言えばいいのかな、いるんだよ、間違いなくそこにいるんだけど、見てるとかね、考えてるとかを超えた概念かな。魂そのものの存在、もちろん会話はできるよ、会話はできるけど、言葉で会話をするっていうよりは思念っていうのかな、念同士で会話をするっていう感じに近いかもしれない。嘘をついたらエンマさん引っこ抜かれるっていうのはストーリーかな。それはないですね。ないです。あくまでその、なんていうのかな、例え話というか、子供に例えて、ただ、まあ、エンマ様に使者を引っこ抜かれるどころじゃないですよ。間違った生き方をしたら。それはね、注意深く説明しておかないといけないと思ってるんだけど、要は、自分が後悔する生き方をしちゃってたら、向こうに行くときに無限の時間で無限の人生のループを体感するはずなの、みんなも。走馬灯って呼ばれてるやつなんだけど、その時にね、無限の時間、無限のループで自分の人生を全部フラッシュバックするんだけど、その時にね、永遠の苦しみを味わう。だから、まあそれを分かりやすくね、嘘をついたらエンマ様に舌を引っこ抜かれるとか、そういう感覚かな。っていう風に教えたんだと思うね。だからさっき地獄はあるのって言ったのはそういうこと。地獄っていうか、最終的にはなんだけど、無になるっていう。まあ天国と地獄、今話した通りですね。家族なのにすごい嫌いな人がいる場合、会わなくて済みますかね。会えないね。会えないね。無になるのは怖いことではないですよ。最後の救いですから。それはね、ちゃんと話聞いてると意味がわかると思うんだけど、無限に自分の人生をループして、でその先に五層に入ると、行きたい場所に行けて、見たいものを見れて、何もかもがつながっているっていう世界に入るんだけど、その先に精霊がいて、で七層に神様がいて、で生まれ変わりたい人は生まれ変わるっていう感じかな。天国と地獄はどうやって決められるっていうかね、誰かが決めることではなくて、自分がこう今生きてるわけじゃん。その中で、何て言ったらいいのかな、ニコニコ楽しく生きてる人は天国行くよ。正しいことをしてる人は、やり残しがない人っていうニュアンスかな。でも、いや、あれは本当はやりたかったのになとか、やりたくないことをやっちゃったりとか、間違ったことをやっちゃったりすると、多分永遠と苦しむだろうね。それね、犯罪者かどうかっていう感じじゃないね。行き着く先はだからみんな一緒、行き着く先はみんな一緒なんだけれども、その死ぬ手前の段階でものすごい地獄を味わうか、ものすごく幸福になるかっていう話だね。だからその宗教とかが死後の世界、六道輪廻であったり神の国とか地獄に落ちるぞっていう話をしてるのは、死ぬ手前の段階でアドバイスをしてくれてるっていう感じかな。なんかこう脅したりとか勧誘したりするために言ってるんじゃなくて、いや本当にやめといた方がいいよみたいなあなたが苦しみますよっていうアドバイスをしてる感じ。まあ受け入れるも受け入れないもあなた次第ですけどみたいな、そういう感覚かな。だから最後はみんな許されるよ。ただ本人が苦しむ。ものすごい苦しみを味わうよね。それを無限に苦しむわけだから地獄だよね。無限の時間に無限の後悔、無限の反省、無限の呪いっていうのかな。それをずっと味わい続けるわけだから、それはね、嫌でしょ。しかも時間期限はないからね、本当に無限だからね。向こうの世界では時間も体感、時間もないから、時間っていう概念そのものがないから、
だったらね、簡単ですよ。 N さんはそういう風に生きればいい。向こう側で無限に会いたい人とずっと一緒にいたいと思ったら、こっちでそうすればいいね。真の万象の絵は今わかる。全部つながってますね。まあさっきも話したけど、まあ自殺ですよ。お化けになってしまうっていうかね、いい質問だな。4層の世界で霊感が強い人っているでしょ。さっき4層5層の説明したけど、要は5層の存在になると死んだ人とかに会えるから、だから5層 4.5 層で生きてる人っているのよ。まあ俺とかもそうだけど、なんて言えばいいのかな、向こう側の世界感覚が鋭敏っていうのかな。だからそのお化けがいるかどうかっていう議論じゃなくて、そのコンタクトが取れちゃうんだよね。霊っていうのも難しいんだけど、まあまあ霊でもいいですよ。俺は霊っていう言い方があんまり好きじゃないのね。お化けとか霊とか、みんなが思ってるものと全然違うから。少なくとも俺は霊はいないし、アートマンはいない、コガはないっていう主張をずっと、要はお化けはいないっていうことをずっと言ってた人だから、みんなの感覚はわかるのよ、うん、だけど実際いたからね、間違いなく俺の中にはいるっていう、まあ死ぬだろうね。さっきもその話はしたけど、別に俺は未練はないから。本来あるべき場所に帰るっていう表現の方が正しいかもな。みんなは多分こっちの方に実体があると思ってるのよ。この4層の世界にが本体だと思ってるから。この中でフォトショップとかイラストレーターとか使ったことある人手を挙げてください。フォトショップとかイラストレーターっていうパソコンのソフト使ったことある人手を挙げてください。わかる人いるかな。わかる？ガガさん。レイヤー構造に近い、例えばレイヤーで例えるとすごくわかるんだけど、なんていうのかな、そう、重なってるレイヤーがあるんだけど、視覚がオフになってる状態で、それがオンになると見えるでしょ。霊ってそういう存在かもしれない。簡単に言うと、透明の紙でさ、イラストとか模写をしたことない、透明の紙をさ、やって好きなイラストとか漫画とかを、絵をさ、なぞるやつあるじゃん。あれがレイヤーっていう感覚かもしれない。その透明の紙を貼って貼って貼ってってやると重ねていく感じかな、うん、そのレイヤーの概念は結構近いっていうかね、多分なんだけど、ソフトを開発したレイヤーっていう概念を作った人たちっていうのは、間違いなく向こうの経験からこっち側に持ち帰ってるね、発想としては。難しいかな。フィフスエレメントみたいなごちゃごちゃじゃなく、台湾のあの建物街並みを広くしてる、あの光が LED、 あーすごいいいね。要は向こうが5層に行くと、何が本物しか見えなくなるのね。何が正しい情報で何が間違ってるかっていうのは分かるんだけど、俺がこっち側に帰ってきた時 LED すごいっていう話をよく言った。まさにそうで、LED はね、間違いなく向こうから持って帰ってきたものだね。LED の光と電球の光と蛍光灯の光があると思うんだけど、電球はね、まあ良くもなく悪くもなくっていう感じかな。ちょっと悪いぐらいかな。で、蛍光灯はものすごく悪い。もうこれね、
あの俺の話分かる人は分かると思うの。あえもう蛍光灯はひどい本当に。で LED は本当に素晴らしい。 LED の光は LED は本当にすごいね。あの光の質が似てるんだよね向こうと。霊にあの世に連れ去られそうになったり悪霊と言われるのは相当この世に未練があるということなのかな。あのね、うんとね、そのね霊能力者の話は嘘だと思ってください。そういうことではないですね。間違いなく嘘、うん、それ悪霊がいるとか自爆霊がいるとか守護霊がいるっていう、守護霊はまあ置いといて自爆霊とか悪霊がいるっていうのは嘘だと思ってください。成仏されてないとか、あのそれは嘘、もう断言できるね。それはただの金儲けを生業にしてる霊能力者が言ってるだけ。いやだから霊はいないって言ってんの。俺が言ってる存在はそういうことではないから。服すらないよ。 服どころか、うーん、難しいよな。成仏されているんじゃなくてね、うんとね、一回ね、みんなが思い込んでる死後の世界とか取っ払った方がいいかもしれない。あのアドバイスをするなら、みんなが思い込んでる先入観的な概念ってあると思うけど、俺もそうだったんだけど全く間違いだったね。ありがとうございます。私は単純に亡くなった父にどうやったら会えるのか、毎日、毎日考えてる。あ、じゃあ、あのお父さんからの代弁ね。あのいつか会えるから。必ず会える、俺も約束できるよ。チャラさん、あの信じるか信じないかチャラさん次第だけど、あの俺は断言できることがある。チャラさんは間違いなくいつかお父さんに会えます。ただお父さんが望んでることっていうのは、一生懸命ねチャラさんに今の人生を楽しく生きてもらうことだと思う。間違いなく必ず会える、必ず会える。その意味はチャラさんいつかわかるから、今お父さんが心配しちゃうよ、だからお父さんが望んでることは、幸せにご飯美味しく食べて、まあやることやって楽しく毎日笑顔で過ごすことね。でもしパートナーがいるんだったらその人と幸せに、お子さんがいるのか彼氏さんがいるのか旦那さんがいるのかいないのかはわからないけど、もしパートナーがいるんならその人ともニコニコ楽しく過ごしてもらいたいっていうのをお父さんは望んでる、それは間違いない。だからあのお父さんのことはね、いつな最近亡くなっちゃって辛いのかもしれないけど、あの大丈夫、今辛かったらとことんお父さんのこと考えてあげていいけど、いつかはね少しお父さんのことから離れてあげて、お父さんが望んでる通りに生きてあげた方がいいと思う。そしたらお父さん喜ぶよ。最近親戚で事故なのか自殺なのかよくわからない人がいるのですが、霊視とか受けて聞いた方がいいですかね。聞いてもお金取られるだけだと思いますよ。はい、ここだったら無料で聞けるんで、ここで聞けばいいんじゃないですか。夢でもいいから会いたいと思っても会えない人たちがいる。夢はね、コントロールはちょっと修行が必要かな。心霊スポットっていうかね、パワースポットっていう言い方の方がいいかもしれない。ある。例えば、俺、エジプトのピラミッドに行ったことがないんだけど、サグラダ・ファミリアン・マチュピチュも行ったことないんだけど、五層の世界でピラミッドがあったね。すごかったっすね。だからそういう、なんていうの、素晴らしいものの異物っていうのかな。間違いなくその向こう側の世界のを行き来してた人間の痕跡みたいなものはこの世界にいっぱいある。それは絵画でもそう、絵でもそう、音楽でもそう、何でもあるね。霊視ができるかどうかっていうかね、もう一回言うけど、みんなもう一回冷静になってね、ちょっと落ち着こうね。あの
霊とか死後の世界とかみんなが持ってる宗教観とかオカルティックなスピリチュアルとか一回全部取っ払った方がいいね。取っ払った方がいい。じゃないと俺の話がね多分間違った解釈をして危ないから。でナミさんの言うところの霊視はできるっちゃできる、できるっちゃできるけれども多分ナミさんが今思ってるようなことではない。で事故なのか自殺なのか親戚がわからないってよくわからない人がいるっていう、何を知りたいのかだねナミさんがね。私は一回心配、一度心配停止し、死後の世界みたいなところを見ました。ただ、白無機質な世界でした。じゃあカラスさんそのままでいて、俺カラスさんが見たものをカラスさん初めて会話すると思うんだけど、今ちょうど心配停止したから俺が今からカラスさんが見た世界を言うから、でそしたらカラスさんは一回心配停止してるわけだから俺が言ってるの本当か嘘か分かるわけじゃん。それで一回さカラスさんちょっとみんなにさ合ってるかどうかやってみませんか。だってカラスさんはさ向こうの世界見てるわけだから、この人が言ってること本当か嘘かっていうのすぐ分かるわけじゃん。どう？それみんな面白くない？どう？みんなはどう？カラスさんやってくれる？ありがとう。じゃあみんなは試してみる。それやってみようか。まずそのカラスさんは病気なのか事故なのかは分からないけれども意識が途絶えた、こっちで言うところの思考とか意識っていうのが途絶えたところからまず光っていうのかな、強い光であったり最初は真っ暗な状態から強い光みたいなものを感じたはずなの。それはねカラスさんは言ってる意味わかると思うんだけど、でその光の奥の方にずっと進んでいくとビジョンっていうのかな、その光の中にいる存在みたいなものにあって、で多分なんだけどその奥の手前ぐらいの段階に行くと護送に入るんだけど、その手前の段階で帰らなきゃって思ったはずなの。ふとそこでふと自我が生まれる。その段階までは光の中までは自我っていうもの、自分の自我っていうものを認識してない状態、要は本当に死ぬ寸前まで行って心肺停止してるわけだから、でその時に帰らなきゃと思って帰ってきたはずなの。ただその心肺停止の前のプロセスね、その要は肉体から意識が剥がれる時にものすごい走馬灯を見たはずの。自分の人生を時間っていう概念を超えてそのなんていうのかな、 ループっていうのかな合ってるでしょそう、自分の自我との認識で自分の記憶、そのなんでこんなこと覚えてるん、今考えるとだよ、その時はもうその世界に没入してるから、その光に行く手前の段階で光やそのなんていうのか意識の集合体で、そこでその自分の人生をずっとフラッシュバックしたはずの。で その先に行くと俺が言ったその全てがつながってる、会いたい人に会える、見たいものが見れるっていう世界面白い、まあまあそうそう。だからカラスさんが言ってることを分かってくれると思う。カラスさんだったら戻りたいから戻ってきたんだよね、この世界に戻りたいから戻って、覚えてない、でもふとね光の中で最後戻らなきゃって思ったはず。多分ね6層7層まで行ってるはずなの。俺が行ってない世界に行ってるはず。カラスさんはまた思い出すよ向こうに行ったら。こっちの世界でのやり残しがまだあるんだろうけど、まだまだ生きるだろうけどね。私は正直言うと自殺だと思っているんですが、何が自殺の原因だったのか気になります。どうでもいいって言えばいいのかもしれないけど、
よくね、まあ自殺の問題もね、ちょっと語ろうとは思ってたんだけど、何かその死ぬ時にね、まあ自殺でいいんだけれども、自殺をするのに一つの理由ではないっていうことを覚えておいた方がいいかもしれない。人間ってどうしてもこれが直接的な一個の原因であの人は死んだんだっていうふうに思いがちだけど、自らね死を選ぶ時って複合的な要因で死ぬわけですよ。きっかけはもちろんあるかもしれないけどね、トリガーになってる部分っていうのは。でもね、それはねその人の運命なんだよ本当に。俺はねもともと運命論者じゃなくて、すべて人生っていうのは自分で切り開いていくものだし、自分で決めていくものだと思ってたの今までは。でもこの世界には間違いなく全てが決められていることだし、全て残酷なんだけど全て決められてることなのよ。でその人がねもしね死んでしまったとしたらね、その人が一生懸命悩んで、その人が出した結論だから、あとすごくこっちの世界では残酷な言い方かもしれないけど、一度失ったものは返ってこないんだよね、もう二度と。だからいくらね考えたとしてもね、それはねやっぱりね死んだ当の理由とかは本人にしかわからないよ。無機質で自分存在しない感じがしました。本来はだから自分ってものはないですからね。僕はまだそこに行けてないですけど、六層に行くっていうところにはもう自我の消失が確実に起こってるって言われてますね。だ心肺停止っていう状態から考えると、間違いなくその、自我の消失まで体験してるはずですね。で、ナミさんが、じゃあね、俺は正直ナミさんの親戚が自殺だったのか他殺だったのかわからない。で、霊視をしてほしいって言うから霊視をするけれども、その言ってた意味がわかると思うの。霊はいないとか、霊視の本来の意味、固定概念取っ払ってっていうのが。ナミさんね、気にしなくていいよ。これで伝わった？もしこれ以上話していいんだったら、放送で話していいんだったら話すけど、大丈夫だよ、気にしなくていいよ。これで伝わる？それとももっと話す？どうする？ナミさん選んで。大丈夫。だから大丈夫、そうじゃないよって気にしなくていい、大丈夫。そう、確実にそうではないから、本人が選んだことだから。あーいいね、ブラックホールに入る感覚で、いいねいいね。っていうかブラックホールだからねいやそういうことですよ、すごいいい表現、ありがとうちゃんちゃん。仕方のなかったことだから、ナミさん。もうね、それはね、考えなくていいよ。考えなくていい。そこは、本人が、そういう運命だったから。そういう運命。もうしょうがない。そこは考えなくていい。大丈夫、その意味もわかるから、
それはね、だからさっきも言った通りだよ。あの複合的な要因だし、何がとかじゃなくて、もうそうとしか言いようがない。その人がそのタイミングでお亡くなりになるっていうのは、事故なのか自死なのかわからないけれども、死を選ぶ人と選ばない人の違いは何ですか。あー、自分を許せない人かどうかなんじゃないの、うん、そのこっち側で言うところの自分ね、それに耐えられないかっていうことじゃないかな。こんにちは。霊感感じるけど見えない。見るもんじゃないからね、そもそも。タミさんね、さっきも言ったけどね、何が原因っていうのはないんですよ。複合的な要因だから。で、死んだ人の理由は僕にはわからないよ、うん、生きてる人の、ここにいる人のね、気がかりなことはわかるけれども、うん、俺は医者じゃない。結論的には、今生きている人は生かされているということで、まだやり残しがあるということですね。全うしたら死という。そこはね、ちょっと少しだけニュアンスがね、ガガさん違うかもしれない。ガガさん、ありがとう、元気さん、花火。ガガさんが、誰かに生かされてるんじゃなくて、ガガさん自身がやり残してることがあったり、この世界が好きだからこの世界にいるの。もちろん、事故に巻き込まれてしまったりとか、まあ突然の病気だったりとかあるけれども、ガガさんが基本的には望んでると思った方がいい、基本的にはね。ただ例外もある。本人が死にたくないのに死んでしまうパターンもあるけれども、それはほぼ例外。そう、だからそこのニュアンスはね、誰かにさせられてるっていうよりもね、本人が望んでるっていう方がニュアンスは近い。そう、自分が望んで生まれてきたっていう方が近い。で、自殺をする人の理由は簡単だよ。その複合的な要因だけれども、この世界を望んでないからっていうニュアンスかな、うん、この世界で生きることを望んでないっていう、うん、素晴らしい人がほど早いのは簡単だよ。やり残しがなくなったからだよ。持ってるこっちで使うエネルギーを早くまでにバーって使い切っちゃうからだよね。この配信はよくしてるんですか？僕は毎日やってますよ。僕毎日配信やってますね。で、もしこういう話題が好きな人は、質問があったりとか、こういう話してほしいっていう要望があればしますね。普段はシルバー削ってたりとか、質問がなかったらずっと黙ってますけれども、なんか生きづらさを感じてたり、悩みがあったりとか、うん、荒野はだからさっきも言った通り、ワドさん来ちゃったのって笑ってたよ。照れてる感じの、あの感じで、ロホコさんに言われたのはまだ早いって言われたね。ワドさんまだ早いです。生まれ変わりの時に自分はこうなりたいと思うじゃん。それがうまくいかなかったってこと。ガガさんじゃあものすごいこと言うよ。ちょっとタバコ一本吸ってきていい？うん、それはね、俺が体感して一番びっくりしたことだから。声は苦しんでないよ。元気さん、あ、正解です。元気さんのコメントに全部書いてある。
よいしょ。今ね、あの元気さんがすごいいいこと言って、この世もあの世もって書いてるけど、この世界自体が、例えばね、さっきね、誰さんだったっけな、死後の体験をしたっていう人がいるんだけど、カラスさんか、カラスさんが言ってたことが、あ、カラスさんはそうか、記憶がないって言ってたけれども、さっきのさ、死後の世界に行く前に現実の世界を、記憶を現実世界かのように無限の時間をループするっていう話は覚えてる。で、そこの世界の中に入ってる時っていうのは現実なのよ。要は死に行く前っていうのは、この世界がだよ、今みんなが生きてると思い込んでるこの世界が、そのループしてる世界だっていう、じゃないっていう可能性は排除できないわけですよ。言ってる意味わかる？これが仏教が唱えた六道輪廻ね。で、そこから下脱すること、要は死ぬことっていうのが、カルマからの解放、要は下脱、ニルバーナだっていう。言ってる意味わかる？わかんないかな。まあ簡単に言うと、みんなが現実だと思ってるものは現実ではないっていうことですね。寝ている時の場合でも、寝ている時に深い夢を、明晰夢って呼ばれてる夢に近いかな。夢でも、その夢が浅い人もいるから、夢が現実なのか夢なのかが理解できないぐらい深い明晰夢を見てる状態だったら、この世界が夢なのかどうかわからないじゃないですか、トロンチョさん。そういう感覚かな。伝え方苦手なんですけれども、まあ修行の場で合ってるよ。修行っていうとなんかストイックで苦しまないといけないって思っちゃうかもしれないじゃん。そうじゃなくてね、ニコニコ笑って楽しく過ごすのが修行だと思った方がいいかもしれない。役割っていうのかな。なんかこう、やりがいを求めたり生きがいを求めたり幸せを感じるための場所だと思った方がいいかな。伝え方下手なんですけれども、お腹の中の赤ちゃんが誰かの生まれ変わりだとしたら、なんだか複雑です。よく海外前世の記憶とかあるじゃないですか、どこに住んでるとか名前とか。N 氏さん、いいね。 DNA はお母さんとお父さんからのを継いでるんだけど、元にある魂みたいなものっていうのは、あのもちろんその N 氏さんが産んだ子供は N 氏さんの DNA が入ってる。特にその母親の方の DNA を引き継ぐのね、 DNA っていうのは。あとこれ妊娠の人よく覚えておいて、女性は特に覚えておいてもらいたいんだけど、最近の科学の、これはオカルトの話じゃなくて科学の話なんだけど、トラウマは遺伝するっていうことはもう科学的に判明されました。あのマウスのラットの実験でボタンを何回か押すとね、罰が与えられるっていう実験をしたとするじゃん。マウスにスイッチを5回押すと電気が流れるとか。そうするとなぜか次生まれてくる子供はボタンを押すのを異常に怖がる子供っていう、これはまあもう昔から仮説ではあったんだけど、ほぼ間違いなくトラウマやその親の記憶の遺伝っていうのは子供に引き継がれるっていうのあるんで、それ気をつけた方がいい。女性は特に気をつけた方がいい。ロハクさんはもう戻ってこないよ。元気に寝てたら天井から自分寝てた姿見ました。起きた時夢だった。幽体離脱はね、あの全然普通にチャクラのコントロールができる人は普通にできるんで、幽体離脱は全然こう結構頻繁に体験してる人は多いと思いますよ。そこから先だね。それはね、合ってますね。セロトニンっていう物質が過剰に出るんだけど、合ってます。でもそれはね、あの科学的に言うか、その体験として言うかの違いなだけの
要はそれを体験してなくて学問を西洋医学として収めようとした時に脳内で神経物質の中で消化体っていうところから栄転神経が伸びてて意識イメージを、ね、人間が持ってるイメージの力ができる前頭前野っていうのに栄転神経がつながっていてで死ぬ時に肺から大量に、ある物質が出てそれが脳内に変換されてセロトニンに変わってドーパミンエンドルフィンが出てっていうのとで多幸感が出る幸せな気分になるんですよっていう説明と死んだ時にものすごく人生がループして人生が回るんですよって一緒のことを説明してるからだから東洋医学的に東洋思想的に話すのか西洋医学的に話すのかっていうだけの違いねあくまで俺が言ってるのは体感の話ね死んだらこうなりますよっていう大丈夫です。ここにいる全員死ぬんで、いつか味わいますよ。ヨガいいですね。そうそうそう。だから、その、例えばそれはキリスト教、仏教、宗教、ね、ヒンドゥー教、イスラム教、ユダヤ教とかあるし、脳機能学者、脳機能学であったり、今さっき話した説明の通りだし、脳機能学であったり、西洋医学であったり、東洋医学であったり、そういう、まあ、スピリチュアル、先導、タオ、いろんな言葉があるけれども言葉が違うだけで体験はみんなが体験するものは一緒じゃないですかそれと一緒ですね、うん、これからねあとねもっと恐ろしいことを言うと西洋科学どれくらい進んでるかっていうと、脳死心臓停止普通の人だったらここで人間は死んで意識はなくなるっていう風に考えてるはずでしょ俺もそうだったのね脳あくまで現実っていうのは脳の中で起こる信号だと思ってて魂なんてものは存在しないと思ってたのだから心臓と脳が止まったら無になると思ってたの違う今分かってるところって心肺が停止した後意識が残るっていうのをもう判明されてますやばいよねそれは最近の研究で発表されましたねでもまあそれはね仏教とか昔のね宗教家や先人たちが言ってることだからそれが科学が追いついただけの話ですから私てっきり同じお墓に入らなくちゃ会えないと思ってたので今日考え方全く変わりましたありがとうあでもお墓参りすることはいいことだと思いますよだからなんだろう同じお墓に入らなきゃとかじゃなくてね簢単ですよミュージシャンが言ってるでしょ世界は一つなんだよそう死んだらだからまあおすすめするのはねジョン・レノンのね「イマジン」って曲聴いたらいいよ、うん、イマジンはねいいよ、一番下の息子が、お腹にいた時に、お腹にものすごい光があった無事生まれてきて今小学4年生あの時の眩しい光は何だったって思う時があります息子さんがお腹の中でってそれはね転生する時ですね、うん、子供が選んでるんだよお母さんのことだから N 氏さっき他の人の魂がって思うと複雑って言ったけど違うよN 氏を選んだんだよ子供が、うん、N 氏の子供になりたいっていう風に子供が選ぶわけだからうんとね、今どういう世界にいるんですかね、それをね、ずっと説明してるんだけど、すべてがつながっている世界だね。まあ、どこの世界にもいないと思ってもいいかもしれない。俺はね、江原さんはね、にわかだと思ってる。三輪明宏はやばいね。三輪さんはやばい。ギロチンは瞬きの実験のことだと思いますね。初見さんいらっしゃい。赤木ママいらっしゃい小さい頃から見えないものが見えてしまい今は幻覚なのかなと思っているんですが霊感って本当にあるんですか赤木ママねまあ霊感って呼んでるけどじゃあすごくシンプルですよ男の子がさ好きなさドラゴンボールっていう漫画だとさ木っていう気持ちの木っていう言葉でしょハンターハンターっていう漫画だとオーラスターウォーズだとフォースっていう、チャクラっていう、いろんな言葉があるでしょ
で、まあ普通に生きてたら、まあそんなのないよってどんどん大人になるにつれて思うと思うけど、なんで僕らはああいうものを見た時に自然と入ってくるんだろうって。もともと持ってたパワーなのね。古代の人たちは持ってたパワーなんですよ。もともと人間そのものが持ってた。ただそのキャピタリズム、資本主義で生きていったりとか、こういう西洋哲学の中で生きていくと、だん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 失われていった力なんだよね。だから赤木ママが霊感がある、まあ、あえて霊感っていう言葉を使うけれども、見えないものが見える人はいますよ。例えばそれを青森で言うと、イタコっていう言葉だし、沖縄ではユタと言います、それを。まあ、霊能力者というところもあるし、仙人という人もいるし、ニルバーナ、もしくは神という人もいるし。だからそういう風に生まれてきたんだと思ってください。赤木さんが妊娠してから何ヶ月くらいで魂って入るんですか？中絶したら、あ、簡単ですよ。ナミさん、これちょっと残酷ですけど、もう妊娠した瞬間からですね、はい、妊娠した瞬間からですね。それは覚えといた方がいいかもしれない。一昨日夢で背中からものすごく引っ張られました。和道さん教えてください。背中からものすごく引っ張られた。夢で。肩が凝ってるんじゃないですか。瞬間ですね。受精のタイミングだと思っていいですよ。ああ、ぜひぜひまた来てね。ちゃんちゃんブーさん。恨んで出てくるってありますか？恨んで出てくるんじゃなくて、お母さんの方がずっとやっぱりね、それは女性だったらわかるでしょ。あえて言葉にする必要もない、不快な思いしちゃう人がいるから。恨んで出てくるんじゃなくて後悔が残る。さっきの話にもつながるでしょ。あ、脳の寿命はもっと長いですね。肉体死の年齢、要は血管とかの方が持たないんだよね。心臓とか臓器の方が。だからさっき言った通りだよ、ナミさん。言葉にする必要はないけれど、恨まれるんじゃなくて自分が後悔しちゃう。さっき言ったでしょ、死んだ時にああやらなきゃよかったっていうのを無限に後悔するって。恨まないとかじゃなくて、後悔するかしないかで考えた方がいいね。最近予知夢みたいなのをちょくちょく見るようになって寝るのが怖いです。じゃあこまめさん、今日から試しますか、1ヶ月間寝ないチャレンジ、ね、無理でしょ、そうじゃないよ、疲れてるゆっくりお風呂に入って、アロマ、旅行行ったりさ、できるなら。できなかったら、ちょっと銭湯でも行ってみたり、ゆっくり疲れとって、ちょっと贅沢して、美味しいケーキでも食べたり、甘いもの好きだったり、運動してないなと思ったら、ちょっと遊んで、ね、思いっきり汗かいて、疲れてるんだ。自殺を考えないように行きたい。自殺で悩んでるの、 JR さんは。そっか、死んだ子が望んでるかどうかだね。死んだ子が転生したいと望んでるかどうかじゃないか。自殺を考えちゃう、JR さんは。本当はね、死にたくないんだよね。本当はね、行きたいんだよね。でも生きるのが辛いんだよね、だからいなくなった方がいいんじゃないかなと思っちゃうんだよね。楽しいことを探そう、生きててよかったなって思うことはこう作っていけるからね、自分で。誰も
信じてもらえないと思いますが、守護霊が出てきて死後の世界一回見に行ったことあります。夢だと思うようにしてますが、僕はですね、この世界の方が夢なのか向こうの世界が夢なのかもうわからないですね突然なんで、あの人がって夢に出てきて、そうするとばったり行き合ったり亡くなったと聞いたり、あれは何なんでしょう。あ、予知夢とかですか。それは僕もありますよ。まあ、さっきも話したけど、虫の知らせとかね。それは多分みんなの人生の中でも感覚の強い人あるんじゃないかな。いや、本当はつながってる。そんなのないって言い聞かせされてるから、ね、そんなのないんだって思い込んで封じ込めてるだけで。まあ科学的に言うと、じゃあ今度逆に西洋医学的に言うと消化体っていうところだね。脳みその消化体で調べるといい。俺の話がこう腑に落ちなくてうさんくせえと思ってる人、近未来自分のクローンに脳だけを移植することが増えていきそうですね。若いからでいい限り。それでもうまくいかないでしょうね。なぜなら別の魂が入ってますから。要は双子みたいなもんですよ。脳だけ移植しても無理だと僕は思ってます。別の人格が宿ったりとかバグが起こるでしょうね。むしろ、まあ、みんながあの世と呼んでるものの方がリアリティがありますよ。美しいですよ。ものすごい綺麗ですよ。会いたい人に会えて、見たいものが見れて、ものすごく美しい。で、不思議なんだけど食欲ってないんだよね、向こうの世界にはね。不思議だよね。食べ物がないんだよね。食べなくていいんだよね。不思議だよね。あの世に行ってるものが見えてるわけではないね。また護送とは別ですね。三大欲求か。まあ、生のエネルギーが始まりで死が終わりっていうのは、すごくシンプルな言い方だから、ムーラダーラチャクラとか言うんだけど、ムーラダーラチャクラって一番目のチャクラなんだけど、性欲を司ってるチャクラだからね。その生のエネルギーを死に転換させるっていうのかな、逆装填させるっていうのがヨガでいうところのクンダリーニヨーガっていうんだけど、三大欲求はないですね。寝ることも食べることも、まあセックスすることもないですからね。死んでるわけですからね死んでるのにね、何かを生みたいっていう欲求は、不思議だね。結構ね、150人ぐらい聞いてるけど、和道の話本当だと思うっていう人どれくらいいるんだろう。本当かなって思う人、そののって書いて手挙げてみて、あ、多分本当だろうなっていう、まあ、信じるとか信じないじゃなくて、こうなんだろう、本当だろうなっていうね。結構多いんだね。1億円かかるんだ。お金持ちしかできないね。転生したら過去の人生の記憶はなくなるの。そうだね、記憶はなくなりますね。だけど向こうに行ったら思い出すよ。思い出すっていうか意味がわかるね。簡単に言ったら、そのまああえてそのロハコさんに会ったとか荒野に会ったっていう、会ったっていう表現をしてるから誤解があるけど荒野は俺でロハコさんは俺だったっていう話だね
だんだんこういう話になってくると やばいなって言われるんだけど、うん、まあそういうことですよ。あったって言うからちょっと語弊が生まれちゃうんだよね。もしサラちゃんがそれを望むならそうなるよ。6層じゃない、5層だね。 JK さん5層の段階であったね。あ、そうなんだ。前に聞いたような、聞いてた、うん、そうそう。なんか死ぬと同じ同類は同じ霊体になって複合霊になるって聞いたけど本当ですかね。そういうことではないですねそれはとても人間的というか、とてもなんて言うんだろう、こっち側的というか、まあ簡単に言うとそれは嘘ですね。それを言ってる人がいたら嘘つきですね。いや、信じますよ。っていうか信じる信じないじゃなくて、あの、分かる人は分かってますから、元気さん、うん、まあさっきも言ったけど、うん、ここはみんながあると思ってるこの世界は本当は誰かが作ったゲームですから、うん、卑弥呼とかに会えるとかじゃなくてね。だから猫パンさんね、卑弥呼ですよ、うん、ヨガやりたくなるスティーさん、ハタヨガかな、うん、宇宙のどこかに死後の世界あるんですかね。うんとね、あー、じゃあ宇宙の話をするとすごく面白いですよ。地球の広さはだいたい体感でわかるでしょ。みんな地球に住んでるからものすごく多いでしょ。で、地球にある砂粒をイメージしてほしいの。みんなの中にガーデニングやってたら砂っていっぱいあるはずでしょ。公園に行っても道路に行っても砂っていっぱいあるでしょ。砂漠は砂だらけでしょ。で、表面の砂じゃなくて奥にも砂があるでしょ。掘っても掘っても砂が出てくるでしょ。それよりも宇宙にある星の方が多いんですよ。で、これは宇宙の話ではなくて銀河なんだけど、俺らが住んでる太陽系って言われてるのここなのね。太陽系この辺ね。太陽系で銀河って これくらいあるんですよで、この銀河が集まると銀河団とかで、その銀河団が集まると銀河軍とかで、超銀河団とかで、その銀河が無限にあるのが宇宙なんですよ。で、その宇宙が、最近続いてるっていうことが証明されたりとか、膜宇宙論って言って、宇宙が連なってるとか言われてるんですよ。で、この宇宙がどれくらい広いかもまだ分かってないんですよ。で、この宇宙のどこかに死後の世界があるんじゃなくて、ね、もっと、今はマクロの話しましたけど、ミクロの話で言うと、僕らの宇宙、僕らの体そのものが宇宙みたいなもんなんですね。まあだからでこの世界はアバターですから、うん、天の川銀河に、そうそうそう、天の川、え、天の川銀河は別じゃないの、あん、え、天の川銀河は別じゃないの。だって天の川銀河って地球から見えるんでしょ。誰か賢い人いない、こん中に地球が天の川銀河に入ってるかどうか。
球があって分かんねえな。天の川銀河って地球から見えるんじゃないの？銀河、太陽、シリウス、星野。銀河は平変ですよつって。で、銀河と銀河が融合したりするんだよね。アンドロメダ銀河、ユーサ銀河、うん、天の川銀河の一つなんだ。わかんない。はい、わざつ。綺麗だよね。あと天の川銀河、アンドロメダ銀河と天の川銀河がぶつかって一つになると。アイテムありがとう。サンキュー。まあまあそんなところかな。好感度はね、なんか別に上げたいとか下げたいとかもうないですね。なんか今最近写真とか撮ったり、そのアートを始めて、まあね、中学校しか出てないのに何がアートだって言ってバカにされてるんですけど、写真とかの活動を始めて、写真とね、映像と、もともとね、映画が撮りたくて、映画監督になりたくて、映画を作品を作りたくて、でそれでまあ写真を勉強で始めて、最近は写真も本格的にやってるんですけど、あのぜひね、あの作品ありますんで、もしお買い求め、作品部屋に飾りたいなとか思う人とかね、ぜひあのお問い合わせいただけたら、作品今4点あるんで DM からインいただけたら嬉しいですね。また来て。うん、元気さんありがとうね。今の時にね、知識、俺中卒だからな、なんだろう、興味があることとかを普通に調べていったりとかした感じかな。あと人の話を聞いたり、あとは体験したりとか、そういう感じかな。体験ですね。素敵、ありがとう。写真のね、撮影の依頼も受け付けてますから。これが最新作ですね。これはあの最新作の作品ですね。多分こういう海とか空とか風景と人っていうテーマで、値段はね、作品には付けてないですね、写真には。だからこの作品が欲しいって言われて、でまあ値段はリスナーさんにつけてもらって、でまあそのなんだろう、しっくりくる金額だったらお譲りするっていう。で後ろに日付とサイン入れるからね、うん、でもしあの何々さんへって入れてほしかったら入れるし、これがね一番あのなんだろう、サムネイルにもしてる作品なんだけど、これが一番なんか売れてるというか人気がある作品ですね。これはね、あんまり編集とかこだわってなくてパシャって撮ったんだけど、これは2回目の第5層に入った時の写真ですね。第5層から帰ってきた時の写真ですね、うん、カメラはね、ソニーの α7 III っていうカメラですね。まあカメラなんて何でもいいんですよ、うん、大事なのはね、何を作りたいかっていうパッションですね。あとね、これもね結構綺麗ですね。メリーゴーランドと観覧車ね、月の
こう太陽の背景に観覧車が映ってるでしょ、シルエットで、でメリーゴーランド、ね、こういった作品を作ってます。個展をやるためにね、今頑張ってお金貯めたいなと思ってるんで、来年個展やるためにね頑張ります。もし応援してくれる人はアイテムいただけると嬉しいですね。僕の生活費と、あと生活費を超える部分は作品を作るお金だったり個展に回そうと思ってますね。一番最初の青が和田さんらしい、あれはね結構気に入ってる作品、僕個人としては一番気に入ってる作品で、僕あの作品とは別に自分でも飾ってるものですね。自分のプライベートの所有物としても使ってますね、あの写真を。あれは気に入ってますね。いいでしょう。だからこう向こう側で見た世界とかをこうこっち側に伝えるために、言葉だとなかなか伝わらないから、ね、絵としてというか写真、見えるものとしてこうみんなに伝えていきたいなと思って活動してます。あとはまあシルバーアクセサリーとかね、いつもこれを彫ってますね、こういう作品を作ってますね。はい、こんにちは。もしねこのシルバー欲しい人いたら予約してください、ぜひ。青がいい？青いのが良かった。あれはねかぐや姫がテーマなんですよ。月を恋しそうに眺めてるかぐや姫がテーマですね。月に帰りたがってるかぐや姫。映画はね全然できないね。お金がたまらない、スポンサーがたまらね、全然集まらなくて、だからやっぱり放送でスポンサー集めるっていうのが難しいのかなっていう風に考えて、一回その今持ってる機材や知識だと写真の個展は可能だから、作品いっぱい作っていって、でこういう映像が作れるんですっていう、こういう絵作りでこういう世界観でこういうストーリーで作りたいんですっていうのをまず個展で写真で表現して、で個展見に来てくれた人の中からやっぱりあの本当は映画が作りたいと、でこういう技術持ってるんで、あの協賛していただけませんかっていう風にやってこうかなって、順を追ってね。ただこのね作品も俺の映画の一部だからね、ワンカットだから、一時停止したらああいう画面が作れますよっていう、あれが動くんですよって。売れる人と売れない人分かんないっすね僕もねアート始めてここ1年ぐらいなんで分かんないっすね、売れる人と売れない人の違いは。これはあのね佐藤さんに聞いてみると、今度聞いておくよ佐藤さんに。佐藤さん売れてる人だから、うん、あまた来て赤木ママ、うん、あんまり悩まなくていいからね、人とちょっと違うっていうだけで、何かしらの役割を与えられてね生まれてきてるわけなんで、あんまり気にしないでくださいね、うん、また来てね。まあなんだろうね、芸術に関しては、うん、売れるっていうことといい作品かっていうのは切り分けて考えないといけないんじゃないかな。いいものを作ったら売れるわけでもないし、売れるからいいものっていうわけでもないし、でもいいものでも売れてるものはあるし、難しいよねそこはね。佐藤さんはどんな人？まあ弥勒菩薩っていうのかな、僕にとっては弥勒菩薩でもあり、エヴァンゲリオンでいうと渚薫みたいな、うん、あ、バーガーあった。ありがとうね。ありがとう。サブアカに溜まってた。ありがとう。アイテム嬉しいよ。ありがとう。どんな人？まあ、芸術家ですね。あの、インスタレーションっていう芸術のジャンルをやってる人で。要は空間芸術って言って、時間や人の気持ちまでを作品に変えるっていう人ですね。
本当にひまわりさん、よかった。気に入ってもらえて嬉しいですね。ありがとう。昔はね、結構ギスギスしてたよ。俺の配信も。でももう、なんかありのままでいいやと思って。あんまり作らないでさ。思ったこととか感じたこととか。あとまあみんなでね、作ってる。そもそもね、最近に至っては、俺が俺のものだと思ってなくて、この体とか和道監督っていうのはみんなのものなんだというふうに考え方が変わってきたかな。自分は自分だって思ってたけど、自分すらもなんかこうみんなのものっていうかね、会いたい時にね、そうたくさん会った方がいいし、たくさん思いを伝えた方がいいし、はい、楽しく過ごすことだね。N さんが、 N さんがニコニコ笑って過ごしたらみんながニコニコするから、N さんが幸せになるとみんな幸せになるよ。引き寄せられるね、本当だね。N さんだけじゃなくて、ここにいるみんなの使命はみんなが幸せになることだからね、一人一人がね。そしたら周りの人に幸せにできるからね。だからお葬式って分かりやすいよね。あの人殺しとかさ、まあ悪いことばっかりやってる人は殺されるわけですよ。映画とか見てたら分かるけど、誰かに後ろから引き金引かれるわけですよ、生き方を間違えるとね。恨まれて殺されるわけですよ。だけどみんなを幸せにしてたり笑顔にしてる人はさ、行かないで行かないでって周りが泣きながらさ、手つなぎながらゆっくりゆっくりさ、ありがとねーって、そうやって向こうに天国に行くわけでしょ。まあどっちがいいかだよね。幸せの形はシンプルだと思うよ。人それぞれじゃなくて普遍的なものだと思いますね、僕は。そこにあるものに気づくことじゃないですか。さっき誰だったかな、ガガさんのコメントをちょっと拾いそびれたかもしれないけど、すごくシンプルで、欲しいものはみんな持ってますから。みんな車が欲しいとか家が欲しいとかパソコンが欲しいとかスマホが欲しいとかいろいろ言うけど、欲しいものはもう持ってますからね、本当は。だからそれに気づくかどうかなんじゃない。個展を開くときまでに私も元気になり買えるといいな。あ、DM とかでも買えるからね。あの郵送販売もやってますよ。個展の前でも今ある4作品は発売しますし、個展で買いたいっていう人は何か目標を持ってね。ラッシャさん、ラッシャさんがこう俺の個展に行くのが夢で、なんかご病気治して来てくれるっていうのはそれはそれで嬉しいね。絶対直して、絶対良くなって会いに来て、命がけで写真撮ってるからね。こちらこそありがとう、ありがとう。お腹が空いてきたな。最高の生き方っすね。最高、最高っすね。みんな優しいんだよ、本当は。
なんかあんまりその死ぬっていうことをネガティブに、あ、違う、これはね、アロマ。アロマですね。アロマ。ヤードムって言うんだけど、ベルガモットっていう、その、アールグレイっていう紅茶とかに香り付けするみかんみたいなやつ。アロマを吸ってるんですよ。ヤードムって言うんだけど。結婚記念日なんですが、旦那から何も言われません。待ってるだけなの？エビちゃん。待ってるだけなの？結婚って二人でするものだから、エビちゃんからおめでとうっていうのも素敵なんじゃないの？旦那さんに言わせるんじゃなくて、言われないんだったら言ってやろうぜ。ありがとうって、結婚してくれてありがとうって。そしたら旦那、あって気づくよ。急いで買い物行くよ、今から。あなたと結婚して嬉しいわって、ありがとねって、毎年私から、夜、いや、適当っすね。やりたい時にやってますね。いつも時間が合わないんだ、寝る時間に。ごめんね、配信時間増やすね。ありがとう。見れる時に見に来て。ヤードムだね、ヤードム。何回も吸うもの、いや、あんまり吸いすぎたらダメなんだろうけど、ヤードムって言うんだけどね。これはね、タイのね、なんて言うんだろう、香り薬みたいなね、タイですね、バンコク。ありがとう。ドンキにも売ってるね。いいね、ヤードもね、すっきりするね。ヤードム、このタイプが売ってるかな、380円かな。ノーズミントっていう商品、商品名、ノーズミントって、これで売ってる。3本入りで1000円だったかな。ちょっと高いんだけど、日本だと。タイとかだと80円とかで売ってるらしいね。1本ね、380円で売ってるから、ドン・キホーテで、ノーズミントくださいって言うと、ノーズミントって言うと、結構ね、和道リスナーでもね、買ってハマってるっていう人いっぱいいるよ。これいいよ、ヤードム。ノーズミントっていう商品名ね。多分ね、ドンキが近くにない人はね、あれで探すといいよ。なんだっけ、アマゾンで売ってるから。アマゾンでも売ってる。そろそろ寝ようかな、僕は。じゃあ皆さんありがとうございました。ちょっとね、死後の世界を語るっていう、ちょっとタイトルだったけど、本当のことを言うとね、死後の世界っていうことじゃなくて、まあ、なんて言うんだろう、この世のことでもあるし、死後のことでもあるしっていう、ちょっとスピリチュアルなね、世界をみんなに体験してもらったと思うんですけど、まあそういう、なんていうのかな、僕は精神世界って呼んでるんですけど、その精神世界に興味のある人とかはね、ぜひフォローしてください。Twitter と YouTube とかもやってるんで、Facebook、Instagram とか、LINE もやってますし、LINE はね、ここにあるからね、登録していただけると嬉しいですね。この LINE、今テロップに書いてあるけど、ここが僕の LINE ですね。
ありがとう、アイテムありがとうね、千原さん。じゃあ皆さんお疲れ様でした。また。